はい、マイカです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、とても大事な話をしたいなと思います。これを分かってない人が高単価とかにするととても痛い目を見るんですね。まず治療、まあ厳密に言えば治療という言葉はダメですけども、分かりやすくするために、ね、使います。まあ、施術とかでもいいですけどね。と漢字が分からん、いやっていうものがありますと。これどっちがすごくてどっちがすごくないとか全然そんなこと言いたいんじゃないんですね。でも違うもんですよっていう話をしたいんですよ。例えばですね、時間、時間ですね、時間で見ていくと治療ってどうですか。長い方がいいですか、短い方がいいですか、どっちでしょう。これちょっと考えてもらいたいんですね。では次、刺激ですね。強い方がいいですか、弱い方がいいですかっていう部分なんですね。これがまあでも一番大きいですね。あとは対応、3つでいくかな、もう今日は。じゃあまず治療、時間、長い方がいいのか短い方がいいのか、絶対的に短い方がいいですね。なんでかっていうと、皆さん手術された時にね、治療時間長い方が嬉しいですか。結果は同じなんですよ。結果は同じ、結果は同じやけども、治療時間、まあ、手術時間長い方がいいのか短い方がいいのか、どっちですか。いや、間違いなくみんな短い方がいいですよね。じゃあ次、やんはやっぱり長い方がいいですよね。だってゆっくりしたいの。5分とか10分であれでも、ちょっと長くしていく。その方がいいですね。じゃあ次、刺激です。刺激。手術してるときに、傷口でかい方が嬉しいですか？深く切られる方が嬉しいですか？そんなことないですよね。短ければ、軽ければ軽い方がいいじゃないですか。じゃあ刺激は弱い方がいいんですよ。じゃあ、やんは適刺激なんですね。その人がいいっていうもの。いや、私これぐらいがいいんですって言ったのに、いや、これの方が効きますよ、強くやってる。それはおかしいじゃないですか。じゃあ次、対応。対応、こっち側はリードしたりなんです。リードしたりなんです。だからそうですね。立場、上下とか、上下とかじゃないですけども、こっちがリードしてあげるんですね。こういう状況だから次これぐらいに来てくださいねと。リードしていきます。でもこっち側は、対応は相手です。あ、気持ちよかったです先生。次また来ますわ。ってなるのが嫌ですよね。じゃあ、あなたは今、どっちをやってるんですか？どちらの治療院やってますか？何度も言いますけども、どっちがいい治療院、どっちが良くない治療院とか、そんなんじゃないんですよ。どっちもいい。どっちも必要やから。ただ、あなたが自分どっちでやってんねんっていうのを明確に気づいておくこと、知っておくことが大事なんですね。あなたは、こっち側やってる。つもりです、つもり。俺は治療やんねん。絶対みんなの役に立つねん。じゃあ、時間どんなってやってるんですか？ 1 時間とかやってませんか？え、なんで1時間するんですか？それで相手が良くなるからですか？そういう考え方をされてるんであれば全然いいと思うんですね。全然いいと思う。でもそうじゃなくて、いや、そうしひんと感じ納得してくれへんから、じゃなくて来てくれへんやんって思ってるんであれば、あなた、やることこっちやってるんですよ。わかりますかね？あなたはこっちのつもりでも、まずやってることはこっちになってるんですね。じゃあ刺激どうですか？いや、この患者さんの痛み取るんであれば、これぐらいの刺激がちょうどいいねんけどな。でも相手もっともっとって言うから、ちょっとやろうかな。相手に合わせますよね。え、でもあなたは治療をしてるんですよね。でも、やってることこっちですか？最後、向かいますよね。でも、その時点でもう相手、リードされてますよね。こっちやってるんですよ。にもかかわらず、あなたの治療院の、料金はどうなってるんですか？ 1 回8000円とかですか？ 6000 円？なんぼでもいいですよ。これ、いくらで、何分でやってるんですか？60分。え、こっち側は60分2980円やってますよ。どっち行きます？
まあ、当たり前ですけど、こっち行きますよ。だって、同じことしてくれるな。でも、あなたは治療をしてるって言ってるんですよね。いやいや、でも受けてる人はこっちと思ってますよ。でも、あなたはこっちなんですよね。でも、受けてる人はこっちなんですよ。だから、あなたのとこは高単価取れないんですね。まず、自分がどっちをやりたいのか、それをね、明確にしていただきたいなと思います。そうすることでね、一貫性の取れた治療経営ができると思いますので、まずそこをね、しっかり作っていきましょう。そんな感じで終わります。さよなら。こんにちは。一人治療院集客の専門家、前川正治です。いつも私のチャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございます。私は日々、治療院経営に関する有益な情報を発信しています。治療院経営をしていらっしゃる方で、集客に関する悩みがある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画をスマートフォンで見ていらっしゃる方は動画下の赤いチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。また一人治療院の方にとても有益な経営ノウハウが散りばめられた一人治療院集客プログラムというメルマガを無料で公開しております。手軽に読むことができますので、興味のございます方は動画下の説明欄にある URL からご確認ください。以上、一人治療科の集客の専門家、前川勝でした。ではまた。